自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設が開始されていた馬毛島、最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したとの情報をキャッチしました。今回は、馬毛島着工から、1年工事の進捗状況と完成はいつなのかを詳しく見ていきますね。いつの間にか馬毛島基地と呼ぶようになり、基地に変化していると感じたのは私だけでしょうか？工事費用も当初予定の2倍となりつつある中、日本は防衛戦略の見直しが急ピッチで進んでいます。全く馬毛島売却の話が進まなかったのにね。2024年3月1日、昨年2023年1月12日より、自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設が開始されていた馬毛島において、最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したことが、防衛省の報告によって明らかにされた。馬毛島は、行政上の区分では、鹿児島県の西之表市に属する島であり、西之表市は、地理的には、馬毛島から見て、東方向に 12km ほど隔てた種子島北部を主とする自治体で、人口は2024年2月頭の時点でおよそ1万4千人となっている。この西之表市に属する馬毛島は、日本政府が買収を行うまで、一民間企業のタストンエアポート社が、ほぼ島の全域を所有しており、少数の同社の関係者が居住はしていたが、それを除けば事実上の無人島と言える状態だった。日本政府による馬毛島の買収額は、2019年1月には、最終的に、およそ160億円で決着を見たが、その後も買収契約をめぐっては、二転三転する事態が続いたものの、同年12月、頭に、両者が、大筋で合意に達したという経緯をたどった。これにより晴れて、馬毛島の大半を買収によって取得した日本政府は、防衛省を通して、自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設を行う前提で、2022年月末から、その実施が、同島の自然環境に与える影響を評価する環境アセスメントを開始した。そして、この環境アセスメントの実施と並行して、防衛省側は、自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設を行う工事事業者を募る入札を実施、その是非に、賛否は、ありつつも、翌2023年1月から実際の工事に着手した。今回はこの一連の馬毛島への自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設の第一段階として工事の開始から1年強を経て最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したという状況であり、マスコミ各社が報道を行ったと言えよう。馬毛島におけるこの最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したというニュースは、それまで一民間企業が大半を所有していた同島にとって、基本的なインフラが存在しなかった状態を一変させたものだと評価できるだろう。こうした馬毛島の基礎的なインフラ整備に必要な資材は、鹿児島県本土の一菊式の市をはじめ泉、鹿屋市、そして同じ離島の奄美市などで必要なコンクリートブロック等の製造を行い、晴天時に専用船で運ばれている。鹿児島県内に泊まらず、こうした必要資材の製造は、大阪府、三重県、長崎県などでも実施されており、最終的には、2023年1月の開始から数えて、4年の工期が予定されており、これを実現し、2027年中の完成を目指している。馬毛島でのこれらの自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設工事に従事する人員の総数は、同島と隣の種子島で、2023年末の時点で、すでにおよそ2800名規模に達しているが、今後も最盛期には4000名規模になることが予定されている。その場合、その工事に従事する建設作業員の収容には3000室の仮設住宅を完備することとなっているが、あくまで仮設住宅であり、その居住環境については複数人で一部屋を使用する必要も生じ、その意味ではストレスも予想される。そのような環境下で今回仮設とはいえ、一つ目の桟橋が完成を見たことは、作業効率の大幅な向上に寄与すると見されており、離島であるが、故に天候に左右される工事であるものの、24時間を3交代で進める体制が可能となった。
そして、この負けじまいの自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設工事は、防衛省と国土交通省の2つの省庁が協調する体制で進めれており、必要となる滑走路や港湾設備の土木工事については、受注したゼネコン各社との随意契約が行われている。これらの馬毛島での設備建設工事の費用は、当初の見積もり上ではおよそ1680億円という金額が試算されていたものの、相次ぐ請負事業者とのその後の随意契約によってありがちな展開とはいえ、すでに倍増以上のおよそ3500億円に達したと報じられている。そのため、これも、こうした随意契約での増加に警鐘を鳴らす声が、一部のマスメディアから発せられる状況となっており、2024年度までの累計でおよそ8821億円に上っている総工事費用は、関係者の多くが1兆円を超過する可能性が指摘しているとの報道も散見される。こうした傾向は、馬毛島の件に限らず、沖縄県の在日アメリカ軍の既存の普天間基地を辺野古へと移転する計画でも同様とめされ、辺野古への移転工事も、総工事費用は、現時点でおよそ9300億円とされており、こちらも、さらなる増加の懸念が指摘されている状態だ。いずれにせ、予言在の日本を取り巻く経済的な環境は、これらの工事に対しても、慢性的な人手不足をはじめ、世界的な物価の高騰を受けての資材価格の上昇も確実視されており、費用面で一部のマスメディアの指摘通りとなる公算は極めて大きいだろう。しかし、在日アメリカ軍の普天間基地の辺野古移設にせよ、馬毛島における自衛隊の新たな基地の建設にせよ、今の日本の置かれた中国の軍事力の脅威の増大を鑑みれば、多少費用がかさんだとしても、取り組みは必須の課題だと個人的には感じる。南西諸島方面の中国からの軍事的な圧力の増大傾向が一層強まると予想される現在において、新たな軍事拠点の整備は、残念ながら進めざるを得ない喫緊の課題であり、防衛費の増額が果たせた今こそ、同時並行で進めていく機会ではないだろうか。さて、馬毛島の自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設であるが、防衛省の計画によれば、今回仮設とはいえ完成した一つ目の桟橋は、道東の北側に設けられる二つ予定のうちの最初のものであることが確認できる。防衛省が公表している馬毛島の計画は、同省のホームページ上では、航空自衛隊の馬毛島基地、仮称の施設配置案として公開されており、これによれば、桟橋は、北側から、島を時計回りにして、3箇所の仮設設置が予定されている。そのうちの北側から2番目のものが今回完成を見た仮設の桟橋ということのようだが、こうした仮設の3つの桟橋の下、南側には防波堤を含む大規模な船舶の係留施設や、さらにその下、南には2箇所の揚陸施設の建設が明記されている。馬毛島基地、仮称の訓練設備として、その中心となるのは2本の滑走路であり、道東の中心部に、北西から南東方向に位置する全長2450メートルのものが主で、横風発生時に使用する2つ目の滑走路は、北東から南西方向に1830メートルのものが想定されている。これら2本の滑走路の周囲に、馬毛島基地、仮称の運用を支援する、管制塔をはじめとし、基地に滞在する関係者の宿泊等を行う施設が配置され、さらに航空機用の駐機設備である格納庫や燃料貯蔵施設が、その南東側に設置される計画となっている。また、メインの滑走路の南西側には、特定の航空機用の訓練設備が配置される予定となっており、具合的には、ここでは、航空母艦化される出雲、片護衛艦の艦載機とある F-35 ライトニング2B 型や、C-130 輸送機等の不整地での着陸の訓練等が想定されている。馬毛島基地、仮称の運用を開始する場合、防衛省側では、150人から200規模の自衛隊員を配置することを掲げており、当該の隊員とその家族は、隣接する種子島に設置される宿舎に収容する予定であることも公表されている。日本の多数の離島の例に漏れず、種子島も過疎化対策が希求される島であるため、この自衛隊員とその家族用の宿舎は、
西之表市、中種町、南種町の3つの市町に分散して建設され、道東の活性化の一翼を担う点にも期待が持たれている。しかし、何と言ってもそもそも、馬毛島基地仮称を設置する最大の目的は、在日アメリカ軍の航空母艦が入港時に行う艦載機の陸上離着陸訓練 FCLP 訓練場所の確保なのだが、その日数は年間でも数十日と決して多くはない。したがって日常的には日本の自衛隊が訓練を行う拠点として活用可能となることに大きな意義があると思われ、今後の南西諸島の防衛に向けた大きな役割を果たすことを個人的には期待してやまない。在日アメリカ軍は、横須賀海軍基地で、トマホーク巡航ミサイルの運用訓練を、日本の自衛隊関係者に対して実施したとの情報をキャッチしました。今回は、日米でのトマホーク訓練ついに、開始で、イージス艦実装間近を詳しく見ていきますね。北朝鮮の動きがおかしくなっているのは事実で、サッカーの試合を危険しています。何かが動いている。加賀の F-35B 戦闘機認証プログラムで寄港するときに持ち帰るのかな。私だけの妄想です。2024年3月25日から29日までの延べ5日間をかけて、在日アメリカ軍の横須賀海軍基地内に停泊した同軍の艦艇を用い、搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練が日本の自衛隊関係者に向けて実施された。このトマホーク巡航ミサイルの運用訓練の実施の様子は3月28日に在日アメリカ軍を通して一部の報道機関に公開され、アメリカの駐日大使であるエマニュエル氏も同席しており、日米の軍事的な分野での関係強化を改めて強調したものとなった。エマニュエル氏は県のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に対して、日本とアメリカ両国の抑止力を向上させること、太平洋方面における軍事行動の信頼性の向上に寄与することを、ポイントとして、報道陣にコメントを発している。政治的には、来月の2024年4月10日に、日本の岸田総理が渡米し、アメリカの首都ワシントンにおいて、同国のバイデン大統領との会談を行う中でも、日米の軍事的な連携の強化が議題に上るであろうことも示唆された。日本政府としては、従来までは敵基地攻撃能力と称されてきた、トマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を、政治的には反撃能力と言い換えることで、その取得、保有、運用を定常化させる姿勢を示している。自衛隊側では、今回のアメリカ海軍の艦艇において搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に際しては、海上自衛隊員は、元より航空自衛隊員も含め参加を行ったとされており、隊を超えた連携も考慮されていることが推察された。今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練は、実際に同ミサイルを発射するような大掛かりなテストではなく、艦内の戦闘指揮所において、その運用手順のレクチャーを、自衛隊側がアメリカ軍から受けるといった形式が取られた模様だ。ここに参加した自衛隊員らは、艦艇搭載型のトマホーク巡航ミサイルの発射までの一連の操作を、戦闘指揮所内の実際の必要機材を通して学習し、目標捕捉から攻撃に至る工程をシミュレーションで体験したものと思われる。在日アメリカ軍が、今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練のために用意し使用した艦艇は、
同海軍の主力の水上戦闘艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の35番艦で、2022年8月に収益を開始したマッキャンベルだった。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、日本の海上自衛隊が2024年4月時点で8隻を保有、運用中のイージス護衛艦のベースであり、マッキャンベルは、その中でも、比較的に新しいフライト 2A というバージョンにあたる。マッキャンベルは、満載排水量が9648トン、全長が 155.3 メートル、全幅が 20.1 メートルの艦体を持ち、これに4機のガスタービンエンジンを組み合わせた小型方式の機関を搭載、最大で出力27万馬力で、速力31ノットと公表されている。このマッキャンベルという艦艇は、2011年の東日本大震災の際には、航空母艦ロナルド・レーガンの艦隊の一部として、被災地支援のために派遣された経緯もあり、艦名に聞き覚えがあるという方も少なくないだろう。マッキャンベルは、今年2024年1月末に、在日アメリカ軍がそれまで配備していたタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の8番艦であるアンティータムの代わりに近代化改修を施された後に日本へと配備された状態だった。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト 2A としてマッキャンベルは主兵装にマーク 41 モッド 7VLS を96セル実装しており、ここから今回の訓練の対象となったトマホーク巡航ミサイルも運用する能力を有している。前述したように、海上自衛隊が保有、運用中のイージス護衛艦は8隻だが、その内訳は、混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となっており、日本でも、これらがトマホーク巡航ミサイルの搭載の対象となることは間違いないだろう。これら海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、近年は、主任務として、北朝鮮の各種のミサイルを迎撃するためのミサイル防衛の用途と位置づけられてきたが、日本を取り巻く安全保障環境が悪化する中で、その役割は多様化してきているように思える。海上自衛隊では、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の椅子も、型2隻も、航空母艦化改修を施している渦中にあり、これらが、艦載機として F-35 ライトニング 2B 型を運用する場合には、その艦隊の防空を担う艦艇も当然必要となる。日本は2023年度から2027年度までの5年間で大幅な防衛予算の増額を決め、総額で43兆円とすることで、イージス護衛艦も現行の8隻体制から2隻増の10隻体制へと拡充させることが予定されており、増加する任務への対処を考慮していることが伺える。これら10隻体制のイージス艦とは別に、2隻のイージスシステム搭載艦を、配備を中止したイージスアショアの代替策として新増することも確定しており、ミサイル防衛の中心は、こちらに移行することも想定される。さて、話をトマホーク巡航ミサイルに戻せば、日本は、同ミサイルを、総額およそ2540億円を投じて、最大で400発をアメリカから調達する予定となっており、来年度の2025年度から2027年度にかけて、その数を受け入れるとされている。費用面の総額およそ2540億円の内訳は、トマホーク巡航ミサイル本体の取得費用として、およそ1694億円、同ミサイルを運用するため、搭載対象となるイージス護衛艦への関連設備の取得に、およそ847億円が計上されている形だ。元々の計画において、日本政府は、トマホーク巡航ミサイルについて、400発とされるすべての数を、最新のバージョンであるブロック5とし、2026年度から調達する方向で予算を計上していたが、1年間の前倒しを決断した。この期間を1年間前倒して、2025年度からとすることは、その理由に、日本を取り巻く安全保障環境の著しい悪化が挙げられているが、それによって、トマホーク巡航ミサイルのバージョンも、最新型のブロック5と一つ前のブロック4に変更された。総数で400発を調達することに変更はないが、トマホーク巡航ミサイルのバージョンは、
最新型のブロック5と、1つ前の型のブロック4を、共に各200発ずつに安分して取得することに変更。性能そのものよりも配備時期を優先したと考えられる。トマホーク巡航ミサイルは、バージョンがブロック5であれブロック4であれ、およそ 1600km とされる射程距離には、大きな違いはないが、前者は、攻撃目標を識別する能力が向上しているとされ、アメリカ軍も代替を進めている渦中である。また、ブロック5には、ブロック4の性能を高めたベースとも言うべき5型と、さらに、これを艦隊地、艦対艦攻撃用途を兼用可能とした護衛型、艦隊地攻撃用の能力を向上させた 5B 型という3種類が製造されている。こうしたトマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を自衛隊が装備することに関して、言わずもがな、反対派の団体や個人は、従来通り十分な議論がなされぬまま、日本政府が攻撃的な兵器の導入を強行しようとしているといった批判を続けている。この問題を扱ったウェブコンテンツ上の討論番組を最近目にしたのだが、そこに出演していた反対論者は、日本がトマホーク巡航ミサイルのような兵器を持つことは憲法上で許されていないということを論拠にしており、目新しい感はなかった。ただし、その番組の司会者は、憲法を論拠としたそうした主張には組みせず、そこには他国との関係を考慮した視点が抜け落ちていると指摘していて、ウェブコンテンツとはいえ、日本の言論空間も変わってきていることを実感させられた。2024年2月14日、防衛省内で、現岸田政権で防衛省を務める木原氏と、アメリカの駐日大使を務めるラーム・エマニュエル氏が会談を行い、日本が調達を進めているアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルについての対応が判明した。これは、木原防衛省との会談を終えたエマニュエル駐日大使が、マスコミの取材に答えたことで明かされた内容であり、この2024年3月末より、アメリカ軍側が、自衛隊に対するトマホーク巡航ミサイルのトレーニングを開始するというものだった。今回、エマニュエル駐日大使によれば、自衛隊がトマホーク巡航ミサイルを調達するにあたり、その運用に関するトレーニングを、まず、神奈川県の横須賀基地内において、座学の形式で開始すると説明がなされた。神奈川県の横須賀基地は、在日アメリカ軍が、海軍の第7艦隊の母港としている拠点であることから、実際にトマホーク巡航ミサイルを実装しているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦等が所属していることが選ばれた理由だと思われる。エマニュエル駐日大使によれば、今回は自衛隊の対象者30名をこの横須賀基地に集めて、2024年3月25日よりトマホーク巡航ミサイルを運用するためのトレーニングを開始するとされており、海上自衛隊の担当者が中心となるのだろう。アメリカ軍では、海軍がトマホーク巡航ミサイルを実装する艦艇として、前述したアーレイバーク級ミサイル駆逐艦やバージニア級攻撃型原子力潜水艦として配備しており、日本が導入する艦艇型での運用を、前者をモデルにトレーニングするとめされる。エマニュエル駐日大使は、1964年生まれの64歳の民主党員で、これまで、アメリカの下院議員、オバマ大統領時には首席補佐官を務め、その後シカゴ市長を経て、2021年から、現職である、駐日大使の任に従事している人物だ。直接、軍人としてアメリカ軍に関わった経験をエマニュエル駐日大使は有しているわけではないが、初めてトマホーク巡航ミサイルを運用する自衛隊に対し、入念な運用準備を進めておくことの重要さを説いたものと言えるだろう。日本では、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルは、この2024年2月時点で8隻を保有、運用中のイージス護衛艦を対象とするものと考えられており、これらは、すべて、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに建造された艦艇だ。海上自衛隊では、このイージス護衛艦の内訳は、現時点では、建造が古い順に混合型4隻、アガ、5型2隻、マヤ型2隻の合計8隻となっているが、2023年度防衛予算案からの大幅な増額を反映し、今後2隻を追加する計画となっている。
それに加えて、導入が中止された陸上配備型のイージス・アショアの役割を代替する存在として、従来のイージス護衛艦と同様にイージス兵器システムを搭載するイージスシステム搭載艦2隻の新造も同時並行で進められていく。そのため、将来的に海上自衛隊としては、イージス護衛艦10隻、イージスシステム搭載艦2隻の合計12隻のイージス戦闘システムを実装した艦艇を配備することとなるが、今調達を進めているトマホーク巡航ミサイルは、まず、既存の8隻のイージス護衛艦への統合が見込まれる。よって個人的な推測だが、今回、横須賀基地において、トマホーク巡航ミサイルの運用のための座学を受ける対象者30名とは、既存のこれらイージス艦8隻の兵装運用担当者から選抜された第一陣の方々ではないかと考えている。トマホーク巡航ミサイルは、政治的には、現在の岸田政権が掲げる反撃能力を体現する兵装であり、これまでに自衛隊が装備している兵装とは比較にならないほどの長射程を有し、運用用途自体が異なってくることは想像に難くない。現在の日本政府は、こうした長距離打撃兵器をスタンドオフミサイルと呼称し、それまで敵基地攻撃能力と政治的には称されてきた同分野の兵器を自衛隊が保有、運用するための合理的な理由付けを体系化しようとしている。ここには、すでに多数の中距離ミサイルを配備し、日本をその射程距離に収めている中国と、新型の弾道弾や巡航ミサイルの開発とテストを加速させている北朝鮮への対処を急ぐことが、喫緊の日本の課題となっていることを感じさせる。従来の冷戦構造下での時代には、日本の自衛隊は、専守防衛という、錦の大旗の下、自衛用の兵器の装備に特化し、攻撃という点は、同盟国であるアメリカ軍に丸投げする手法が、政治的にも経済的にも理にかなっていた点は確かにあった。しかし、昨今、軍事技術の飛躍的な進歩の前に、長距離打撃兵器の射程距離は、まさに桁違いに延伸されてきており、自衛目的の兵装とは、いえ、土敵の戦力と対峙し、抑止力を発揮させるためには、同様に長射程化を避けて通れない。今も続くロシア・ウクライナ戦争においては、昨年より苦戦を強いられ、じわじわとロシア側に支配地域を広げられているウクライナ側だが、やはり、そこには、航空優勢が取れない上、長距離打撃兵器もないという残酷な現実が横たわっている。四方を海に囲まれた海洋国家の日本と、ロシアと地続きであるウクライナの防衛を同列に論じることには無理があることは確かだが、ウクライナ側に、有効な長距離打撃兵器が的確に供与されていれば、戦況は、また違ったものとなったと思われる。さて、日本のトマホーク巡航ミサイルの調達という事態に話を戻せば、当初の想定であった同ミサイルの最新バージョンであるブロック部の調達から少し変更が生じ、一つ前のブロック4と最新のブロック5を各200発ずつ入手する方向に変わっている。もともと日本政府としてはトマホーク巡航ミサイルの最新バージョンであるブロック5を2026年度から400発調達することを希望していたが、これを1年間前倒しして2025年度から行うため、半数をブロック4とする折衷案に変更されたという。こうした点を捉えて、そもそも今の日本政府がトマホーク巡航ミサイルを調達する方針に異議を唱えている勢力からは、日本政府がアメリカ政府に懐柔されて、片落ちの兵器を言い値で押し付けられたかのような指摘の声も上がっている。しかし、たとえ最新バージョンのブロック5ではない4であっても、射程距離は、ほぼ同等のおよそ 1600km であり、ここまでの長距離打撃兵器を現時点で保有していない自衛隊にとっては、大きな戦力向上に寄与することは間違いないだろう。今回のトマホーク巡航ミサイルの調達に関する総費用だが、2023年11月にアメリカ議会に告知された内容によれば、本体のブロック4と、5の各200発とこれらを運用するためのイージス護衛艦への管制システム等の付帯費用込みで、
約 23.5 億ドル、日本円換算で約3520億円とされている。もともと、2023年度版の資料内で防衛省が記していたトマホーク巡航ミサイルかかる費用は、ミサイル本体の取得で2113億円、イージス護衛艦への管制システム等の付帯費用で1104億円、合計では約3217億円であり、想定より増加した点は否めない。ここで興味深いのは、イージス護衛艦への管制システム等の付帯費用についてで、今回の内容では、この武器管制システムは、14機となることが決まっており、前述したように、現在、海上自衛隊が保有、運用中のイージス護衛艦への数8隻分を上回っている点だ。これも、先に述べた通り、イージス護衛艦が2隻、イージスシステム搭載艦が2隻追加建造されることは確定しているが、これらを加えても、海上自衛隊のイージス護衛艦等の合計数は12隻であり、武器管制システムは、2機多い計算になる。この点は、単なる予備と考えるのか、イージス護衛艦等ではなくとも、MK41VLS を装備する水上戦闘艦への搭載も視野に入れているのか定かではないが、その部分も含め、今後の確定情報のリリースに注目していく必要があるだろう。日本が開発を進めている F3 戦闘機開発の今後のスケジュールが防衛装備担当者が明かした情報をキャッチしました。今回は、この F3 戦闘機今後のスケジュールが悪魔的を詳しく見ていきます。岸田内閣での第三国への輸出も決定し、大きく動き出しました。やはり、法律が通用しない共産主義国からの脅威が迫っているのも事実です。やっぱり、IHI 社の技術力にはロールスロイス社も脱帽だと聞いたような、聞いてないような。2024年3月26日を迎え、ついに日本の岸田内閣は、日本とイギリスとイタリアとの3カ国での共同開発を推進しているグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムに関して、そこから生み出される戦闘機の第三国への海外輸出を政治的に容認することを決めた。これは、グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムを推進することを、これに参加する、日本とイギリスとイタリアの3カ国の政府が公式に表明した2022年末から数え、およそ1年3ヶ月の時間をかけて出された決定である。太平洋戦争の敗戦後の日本において、政治的に、安全保障政策の大きな転換として取り上げられてきたものには、安倍内閣時代の2015年の集団的自衛権の行使の容認、岸田内閣時代の2022年の反撃能力の保有の容認が先にあった。これに加えて、今回のグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムにおいて開発される戦闘機の、開発参加国以外の第三国への海外への輸出の解禁は、格好の現政権批判の政治的な材料として反対派からの批判にさらされている。こうした岸田内閣の戦闘機の第三国への海外輸出の解禁の動きに関しては、ひれにことを唱える政党や団体、そして個人も含め、いわく、日本が死の商人となってもいいのか、という、戦場的で情緒的な単語をまたしても並べている状態だ。しかし、個人的に言わせてもらえれば、こうした戦場的で情緒的な単語を用いた批判が影響力を持ち得たのは、ひとえに、旧ソ連の崩壊までの冷戦時期の時代を念頭に置いていた頃の残滓であり、今の日本が置かれた安全保障環境はあまりにも異なるだろう。かつての冷戦時代には、旧ソ連が率いた東側陣営とアメリカが率いた西側陣営とが、最終的には、その両国の持つ膨大な核戦力の下で、日本を含む大半の国々は、自陣営のその力を背景に、
局地的なつばぜり合いでの優位性を担保できれば現状を維持できた。だが、旧ソ連が1991年に自然崩壊を起こして、東欧方面を中心に領土を減少させて以降、多くの西側諸国は、それによる冷戦構造の終焉を迎えて、軍事予算の削減に大きく舵を切り、その束の間の平和が今後も続くものとの判断を下してしまった。こうした傾向は、日本だけに特有のものではなく、アメリカすらも軍事予算の大幅な削減に動いたことは事実であるため、一概に日本だけが判断を誤ったと断言できない点はあるが、今から見れば大きく方向性を見誤ったと言っても過言ではないだろう。この時期に中国は世界の工場とも形容される状態となり、人口ボーナスを最大限に利用して経済的な力を飛躍的に伸ばし、気がつけば、そこで得た経済力に比例して、西側諸国の予想を大幅に上回る軍事力を獲得するに至った。それでも、地理的に、中国と遠いヨーロッパ方面の西側諸国は、ドイツをはじめとして、未だ中国を利する経済的な政策を改めておらず、逆に、日本は、尖閣諸島などの南西諸島方面について、中国の軍事的な圧力にさらされる事態を迎えている。そして、ヨーロッパ方面の西側諸国は、2022年2月末に開始されたロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにして、勝手の旧ソ連に比して、大幅に国力、軍事力ともに減少したと考えていたロシアが、未だ脅威となることを再認識させられたと言えよう。こうした世界的な軍事バランスから見ても、中国の著しい台頭、未だ、領土的野心と旧ソ連崩壊のルサンチマンを抱えたロシアが、大きな脅威であることを西側諸国は思い知らされた形で、世界中で、新たな安全保障環境への対応が迫られている。こんな状況下で行われた、今回の現、岸田内閣による戦闘機の第三国への海外輸出の解禁の動きだが、日本が、積極的に殺傷能力を有した兵器を輸出するというよりも、共同開発国であるイギリスやイタリアとの歩調を合わせたものではないだろうか。言うまでも、なく、イギリスやイタリアは、日本のような武器輸出への規制をもとより言っておらず、政治的に問題がないと判断すれば、戦闘機に限らず、第三国への兵器輸出を行い、その製造コストを低減させることを、大きな目的として定めている。ことに、今回のグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムのような新型戦闘機の開発計画の場合、膨大な開発費が必要となることは明白であり、日本、イギリス、イタリアの3カ国が自国で調達する生産数では、コストの低減は困難だと見さされている。この日本、イギリス、イタリアという3カ国の中では、日本の経済力は、群を抜いて大きく、その立ち位置を最大限に利用して、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの開発における発言力を維持する上でも、第三国への兵器輸出の容認は前提になるだろう。もともと、日本は、次期戦闘機の開発については、自国主導での開発を強く打ち出していたものの、4から5年前までは、これまでと同様に、アメリカとの共同開発が規定路線と考えられており、その意味では、開発の主導権を握ることは困難だったと思われる。日本が次期戦闘機の開発を推進した背景には、現行で航空自衛隊が運用中である F2 戦闘機の退役時期が迫っていたことが大きな要因としてあり、およそ90機を有する同機は2035年頃からの退役が確実視されていた。そのため、F2 戦闘機を代替するための次期戦闘機の開発も同様に、2035年には収益が可能なスケジュールが必要とされてきたが、アメリカとの共同開発を行うには、同国の新型戦闘機開発計画である NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスとは時期が不一致であった。アメリカが進めている NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスによって生み出される機体は、早くとも2040年代からの収益を目指している模様で、かつ、その機体は、他国に輸出する考えは想定されていなかった。そのため、アメリカ側としては、日本の次期戦闘機開発に協力する場合には、
ロッキード・マーチン社製の F-2 ニラプターと F-3 ゴライトニング2を合わせた形の折衷案を提示していたとも言われており、そこには当然日本が主導する余地はほとんどなかったと考えられる。その意味ではアメリカ側が有する戦闘機の技術的な能力には及ばない可能性は否定できないが、イギリスやイタリアと日本がグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムに取り込むことは、主導権の担保という点では、まだ可能性を残しているだろう。それを考慮すれば、性能的には、アメリカとの共同開発よりも多少劣る恐れはあるものの、イギリスやイタリアとグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムを推進する方が、日本にとっての自主性は保たれる可能性が高い。ただし、昨今のグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムの流れを俯瞰してみると、イギリスの BAE システムズ社、ロールス・ロイス社、そして、イタリアのレオナルド社の実績に裏打ちされた交渉力は強そうで予断は許されそうもない。こればかりは、今後具体化されるグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムの動きを注視するしか、日本の一個人にはできないが、願わくば日本側には、政治的な交渉で有利な条件を引き出してもらいたいものだ。それを行うためにも、イギリスやイタリアが志向してやまない、グルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムで生み出される機体の第三国への輸出を日本が容認することは、外せないことは言うまでもないだろう。ちなみに、仮に、日本が、次期戦闘機の第三国への輸出を行うとした場合、その対象となるのは、アジア地区が想定されているが、そこにおいて、防衛装備品及び技術移転協定等の条約を日本が締結している国は限られている。現時点で、それは、インド、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベトナムが該当はするが、高額な戦闘機を実際に購入可能で、政治的にも問題がなさそうな国は、正直、これらの中からは考えにくいように個人的には感じる。2024年3月15日、現在の日本で連立政権を組んでいる与党、自民党と公明党は、日本がイギリスとイタリアとの3国で共同開発を進めるグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムの次期戦闘機を、これら共同開発国以外への輸出で合意に達した。この一連の次期戦闘機をめぐる共同開発国以外への輸出という問題は、政治面からは、自民党の高木の三郎氏と公明党の高木陽介氏の両党の政調会長の直接の協議を経て、最終的には合意に至るとの見方が有力視されていた。そのため、ある意味予定調和とも言える与党間での最終的な合意が行われた形ではあるものの、今後の日本の安全保障を左右するであろう動きの一端、ようやく政治の後ろ盾を得て、あるべき姿へと前進したと言うべきなのだろう。今後の政治的な流れとしては、3月26日をもくとに、今回の与党両党の政調会長会談の結果を反映し、共同開発国以外の第三国への次期戦闘機の輸出を容認する内容を、政府方針として、閣議での決定を行うものとめされている。その上で、その閣議決定の内容を受けて、NSC 国家安全保障会議を開催、参加する旧大臣による会合によって、現行の防衛装備移転三原則の運用の指針を改定することで、正式な政治上の決定を迎えることとなる模様だ。従来の太平洋戦争後の日本は、そもそも、アメリカ以外の国との兵器の共同開発自体を行ったことがなかったが、2014年に定められた防衛装備移転三原則においても、つまりは、共同開発国であるアメリカ以外の第三国への輸出は、できない権づけであった。今回の次期戦闘機に関しては、開発自体が、太平洋戦争後に初となるイギリス・イタリアとの3カ国による取り組みとなっており、この開発実施が、基本的に公に公表された2022年12月の時点で、こうした政治的な課題を払拭する必要性が生じていたと言える。一連のこれまでの次期戦闘機第三国への輸出に向けた動きの中で、日本のマスメディアの報道も、自民党と連立与党を構成している公明党側が、
慎重な姿勢を崩さず、その実施に難色を示しているといったニュアンスの報道が散見されてきた。そのため、今回の次期戦闘機の第三国への輸出の容認を、今後の日本の安全保障を考える上での前提条件と考えるそう。つまり、自民党の議員から、インターネット上の保守層に至るまでの一部からは、公明党との連立政権の解除を示唆する声も聞こえていた。しかし、自衛隊の幹部の OB の方々の多くは、こうした展開を、日本の政治上避けて通れない問題だとの認識を示しつつも、最終的には、公明党側が納得に至る説明を自民党側が行うことで、合意に至るであろうと述べられていた。こうした推察は、さすが、特殊な安全保障問題、環境を抱える日本の政治課題を、自身の現役時に幾度も経験されご苦労されたであろうことを想起させ、その敬願と言うべき洞察力には、大きな敬意を払うべきだと小人馬とは感じさせられた。日本の現行の防衛装備移転三原則の運用の指針をめぐっては、昨年2023年末に、日本が他国製の兵器をライセンス生産したものについて、その海外輸出を認める政治的な決断を行ったことに続き、大きく緩和されたと言うべきであろう。この時には、具体的には、アメリカ企業からのライセンス生産によって、日本の三菱重工業者が製造を行っている地対空ミサイルシステムである、ペトリオットの完成品を、大元のアメリカに輸出することが認められたものだった。これは、すでに、この2024年3月時点で3年目に突入している、ロシアによるウクライナ侵攻によって、アメリカ自身が、自軍の在庫品の中から、ウクライナへの兵器支援を実施したことに伴い、その補充を図る目的だったと解釈されている。個人的に、これらの動きは、日本は、直接的に殺傷能力を有した兵器を、ことに、今、まさに、紛争の当事国である第三国、つまりは、ウクライナに対して輸出できないという制約を鑑みれば、その中での最大限の貢献に値するものだと感じる。ただし、正直な感想を述べることを許していただけるとするのならば、世界最大の軍事力とその装備を抱え、生産能力も有するであろうと考えられていたアメリカが、日本からの兵器輸入を希求するという、事態には、一抹の危うさを禁じ得ない。アメリカの現在の民主党のバイデン政権の施策に対し、自身の再登板を目指す元大統領のトランプ氏の共和党が、その政治的な思惑から、ウクライナへの兵器支援の実質的な妨害工作とも取れる動きを続けていることも不安に映る。いずれにせよ、トランプ再登板の機運も高まるアメリカの政治状況を見て、いささか、スタンドプレー的な嫌いを感じさせるものの、フランスのマクロン大統領などは、強硬な対ロシア政策を口にしているようにも見え、今後に注目すべきであろう。さて、日本の防衛装備移転三原則の運用の指針の改定についてであるが、自民党単独では、他国との共同開発兵器のそのすべてを、第三国への輸出も可能とする緩和策を考えていたが、連立政権を組む公明党の立場を考慮して、一旦、その考えを改めたと見されている。そこで、自民党は、すでに動き出している次期戦闘機開発に的を絞り、その開発費用が、少なくとも、兆円単位の膨大な投資が必要となることを念頭に置き、まずは、この次期戦闘機を、多摩三国への輸出を可能とすることで、その費用負担を軽減させる方針とした。ただし、輸出先となる第三国については、その対象国は、国連憲章が定めるところの目的と原則に合致していることを前提として、その内容になぞらえして、次期戦闘機の使用を行える国、つまり、現行の国際的な約束ごとを締約した国に限定することとした。これは、日本との間に、兵器類の適正な管理等を定めた、防衛装備品及び技術移転協定等を、すでに、締結済みの国に限定するとしたもので、この定義に該当する国家は、現時点では、世界で15カ国のみとなり、かつ、さらに、紛争の当事国は除くこととされた。こうした内容を、
日本の現行の防衛装備移転三原則に反映させ、また、時の政権が、個別の兵器に対して、その案件単位で、与党内における協議や閣議決定を行うものとし、そのプロセスを経ることで、決して、無条件に兵器輸出を行うことはないと示している。このあたりの現行の防衛装備移転三原則の今後の運用指針に対しての説明に関しては、良くも悪くも、いかにも政治的な言い回しや表現の塊とも言えそうで、日本の兵器輸出に全面的に反対する勢力からは、今後も批判は続くと思われる。ちなみに現在の日本が、すでに、防衛装備品及び技術移転協定等を締結済みの国とは、欧米が、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、アジア方面が、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、そして、一応、オーストラリア、中東が、アラブ首長国連邦の15カ国となっている。今後、グローバルコンバットエアプログラムによって生み出される次期戦闘機の輸出を行う場合、イギリスやイタリアが、ヨーロッパ方面、日本がアジア方面というざっくりと、地理的な地域で分けることが想定されており、国の数だけで言えばアジア方面は少なくはない。しかし、アジア方面を、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、そしてオーストラリアと見た場合でも、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイなどは、とても、最新 A クラスの戦闘機を輸入する経済、軍事規模には達しているとは言い難い。そのため、残りの、インド、シンガポール、オーストラリア、そして扱いが、地理的に微妙なアラブ首長国連邦あたりしか対象となりそうな国とは思えず、個人的には、仮に、次期戦闘機の輸出を日本が担うとしても、そこまで、大量に輸入を行う国があるのかには、懸念も感じる。